皆さんこんばんは、ジェイキーです。本日もローグウォーターズ続きから遊んでいきたいと思います。さあ、というわけでやっていきましょう。ちょっとね、ワクワクが止まんないね、このゲーム本当にこういう世界観好きだな。海賊たちのね、この大冒険っていうのかな。で、前回なんかなんだ、十何年間眠ってたっていうところで終わったよね。いや、どういう状況なんだマジで。一回船員を集めてみようか。今二人だもんね。ここではグラスと引き換えに新しい海賊をリクルートすることができる。各スペシャリストは様々なスキルツリーを持っている。そのため同じユニットに遭遇することは稀である。へえ、うわ、じゃあこれ一期一会ってこと？今回仲間にできなかったらいつ仲間にできるか分かんないみたいな、そういうこと？で、今長押し、今のチュートリアルをスキップしようと思ったらなんか採用されそうになってたな。あぶね。まあでもなんかこの人があれだね、固有のキャラっぽいよね。そんなことないのかな。みんなでもこの HP バー見る感じ、この人が一番強いけど。うわ、どうなんだろう。何が必要なんだ今。いろいろ書いてあるね。槍使い、薬剤師、ハンター、料理人、薬剤師、刀剣家、闇討ち師、脱出師、暗殺者。やべえ、アサシンだ、この人。これだよね、多分。このメーターっていうか、このスキルがなんか今後に反映していくんだよな。うわ、どうなんだ。確実に必要なのは、料理人は必要なんだよな。海に出るにあたって。絶対海の上での、その健康管理っていうのは、必要になってくるんだけど、あれ？なんか料理人の、これスキルだよね。想像してるのと違うな。ぶった切り。相手に向かって前進するのをやめ、代わりに激しい頭上攻撃を行います。料理人じゃねえや、こいつ。さては。はあ。そういう感じなんだ。薬剤師。じゃあ別になんか本当に現実で必要な職業をこう集める必要はないってことかな。なるほど。そうなるとまた、ちょっと話が変わってくるね。闇討ち師ってなんだろうね。弱体化攻撃。闇討ち1。ユニットが自身にプッシュされたユニットに対して追加ダメージを与えます。ただし自身はプッシュダメージを受けません。防具効果は無効。なるほど。なんか強そうだな。普通に戦闘状態の無効化。なんだ、なんかすごい優遇されてない、戦闘面で。そんなことない。わあ、どうなんだろうね。誰がいいんだろう。普通にこの人、固有のキャラっぽくていいんだけどな。見た目が。いや、一回この、アサシンを雇ってみるか。ギリギリ一人雇えるんだもんね。この人行ってみよう。My blades are yours. OK。宿舎がなんかびっくりマーク出た。お、ここで船員を再編成し、次の進行に参加するメンバーを決定します。さらに十分な経験値を獲得したら、詳細をクリックしてアビリティツリーを開くと海賊たちをレベルアップできます。レベルアップね。なるほど。あ、なんか全員いる。3人いる。仲間っていう完全モブキャラが。カッター船長。あー、スキルツリーあるんだね。なるほど。でも別に今は覚えられたりしないね。ああ。やっぱ船長はあれだね。違うね。別格だね。2個ずつどっちに進むかっていうのは決められるんだな。なるほど。仲間たちは、あ、ないわ。やっぱこの固有キャラっていうか、ちゃんと後から仲間にしたやつらしか、こう、
スキルツリーをいじることはできないんだな。なるほど。作業上は？この画面ではブループリントやグラスを消費して船や入り江、海の怪物のアップグレードを購入できます。海の怪物のアップグレードって何？海の怪物になんか装備品をくっつけたりできるのか。あー、なんか全部ハテナになってるね。おお、船所持品、船員、怪物。へえ、こういうのやっていくんだな。こういうのって造船所でやるんじゃないんだ。船の装備。ここでは作業場でアンロックした大砲や設備を追加し、開始時の船の装備を変更できます。なるほどね。まあじゃあ、いろいろやるのはここってことか。はあはあはあ。ああ、なるほど。貨物層があって、それを何を装備するかっていうのを決めるんだな。なるほど。よし。なんとなく分かってきた。いやー、すごいね。この町一個我々の島なんだね、ここが。どこなんだこれ。なんかすごいね、洞窟っぽい場所だよねこれ。どこなんだ。え、で、あ、新しい信仰っていうのがある。これで次の冒険に行けんのかな。ここでは信仰するエリアを選ぶことができます。ストーリーを進行させるエリアが必ず一つありますが、その他のエリアは自由に冒険し、戦利品を集めることができます。なるほど。物資を集めたりするのはそっちでやれってことか。おお、ストーリー。なんだこのマークは。お？決定音かと思ったらそんなことなかった。まあ、選んでますよって感じの音か。新しい始まり、期間短い、確率って何の確率だろうねこれ。で、全ての敵艦は追加のシップパーツを装備する。キャノンブレーカー、これを敵が装備してるってことかな。ほう、ティアの変更、何これ。難易度の変更、あー、いつでも変えられんだ。なるほど。で、獲得できるブループリントやグラスボーナスも変わる。はあはあはあ、難しければ難しいほどいいアイテムが手に入るよってことかな。なるほどね。うんうんうん。あ、いいアイテムっていうか取得率かな。 20% とか 10% とか書いてあるもんね。なるほどね。まあこれは今んとこいいかな、このままで。じゃあ航海に出てみましょうかね。どうなるんだろう、この我々の状況今どうなってんだ。お、新しい世界へようこそ。明るい日差しが眩しい。海の塩気のある香りはまるで長年連れ添った最愛の恋人のように心地よく迎えてくれる。一瞬世界の全てが元通りになったように感じる。しかし航海士の陰鬱そうな表情は別の状況を物語っている。ウィルクス。あそこだ、地平線の方です。望遠鏡を手に取り遠くの波を確認する。確かに何かが見える。奇妙な鋭い構造物が太陽の光に照らされて光っている。なんだこれ、すごいでっかい鉱物のように見えるけどね。なんだろう。あれはグラスと呼ばれている。非常に有害な煙を発するが使い道もある。グラスで作られた刃物は、あ、怒りの鎖さえも切断すると言われている。液状にすると命を伸ばすことさえできるという人もいる。最近では至るところで見かけるようになった。その宝石を目に埋め込んで以来、何か素晴らしい理由で、きっと。不意に目を触る。まだひどく痛む。え、このグラスっていうのを今目に寄生されてんだ。はあ、グラスはゴールドよりも貴重だ。誰もが手に入れたい。船長、あの前方の船は俺たちが見つけたグラスのブルームを狙っているようだ。船員の数も多そうだ。乗り込む前に奴らの人数を減らした方がいいだろう。船員たちがピカピカの新しい旋回砲を
設置し終えた。ついにこの旋回砲を試すチャンスが来た。山野に攻撃を仕掛ける前に少し時間をかけて調整を行う。ほう、もう少し確かめたい。重大砲1を獲得。ほう、強力な大砲を装備しろ。キャノンブレーカー1を獲得。おお、どっちがいいんだ。あ、こっちだとハートが多いね。6分の6。こっちだと2分の2だもんね。でダメージが1から3の、まあ、どれになるか分かんないのかな。なるほど。あ、でもなんかコストっていうのが弾1個と弾2個だね、こっちだと。そういうのもあんだ。あ、ターゲットも違う。設備、大砲、船員を狙えるのかな、これ。こっちだと大砲しか狙えない。はあ。いや、こんなん重大砲でしょ。了解です。すぐに調整を始めます、船長。ウィルクスは使えるやつだな。ミニマップ。画面の右側にミニマップがあります。これは進行の広範な状況を表示しており、移動計画を立てるのに役立ちます。ただし、つながっているノード間しか移動できないことに注意してください。なるほど。移動できるのはこの、あれだね、線が引いてある場所だけってことかな。新しい大砲を獲得しました。強敵との戦いに向かう前に、船の装備画面から大砲を搭載しましょう。そっか。今手に入れたやつは、装備はされてないと。なるほど。これ、あ、ここ行けるんだ。重大砲は真ん中がいいな。あ、そういうことできない？そういうことできない？あ、できるね。OK。いいんじゃない？うんうん。走行板とかもついてんだな。船を固くするための、いろんなものだな。いや、すごいね。この船すごいよな。これ、あれじゃない？さっきのさ、グラスってやつじゃないの？この緑色の。違うのかな？なんでこんな独特な形なんだろう、この船。どうやって手に入れたんだ、ウィルクスは。で、弱体化したバージ船。こいつはこちらの大砲と設備を破壊しようとするだろう。ああ、なるほど。強化グラス拳銃。敵を素早く射撃します。防御マイナス1、適用。視界が必要です。無制限の範囲。なんだこれは。相手が装備してるってことかな。やってみよう。とりあえず海戦だ、海戦。いや、これ熱いぞ。こっちも強くなったからな。船員への砲撃。大砲は通常敵の船以外を狙うこともできます。つまり敵の船員を狙って発射することもできるのです。強力なユニットをあらかじめ倒しておくと、その後の白兵戦を有利に進めることができます。ほう。大砲の中にはダメージが変化するものがあります。これは一発の砲撃で与えるダメージが正確に予測できないことを意味します。このことはツールチップ内で点滅するオレンジのブロックで、ターゲット時のダメージ HP 予測に反映されます。ちょっと待ってね。ちょっと一回考えるわ。あー、なるほど。これ狙った時にオレンジでこう表示されますよってことか。はあ、ははあ、すごい。文字にするとめちゃくちゃ複雑なことを書いてあるように見えるな。で、大砲の中には船が接近してから、つまり2ターン目または3ターン目以降にしか発射できないものもあります。はあ、ははあ、そっか。さっきのなんか重い大砲、重大砲だっけ、あれ2、3になってたな。ってことは2ターン目3ターン目しかできないんだ。そういうことね。ああ、準備中になってる。なるほどね。で、これは私はどうしましょうかって話だね。うわー、これどうすんのが正解なんだ。この敵船員をさ、全員排除したらどうなんだろうね、大砲で。誰も乗り込んでこないとかなんのかな。まあ、とりあえずはこの大砲をぶっ壊して、
こうして、うわ、いいね、2つ破壊した。そうだよね。あ、この大砲携帯砲だ。1から2のダメージが出るんだ。で、1個目破壊できたから2ダメージ与えられたんだね。で、こいつは1から3の大砲だ。携帯砲レベル2かな。なるほど。あれで、こいつ1番目に設置し、あ、2番目のところに設置したはずなのに関係ないのか。一番後ろになってるわ。で、こいつをこうする。 OK。 あ、まだ撃てんの。お、じゃあこんなブートリッカーいなくなっちゃう。あ、なるほど、5人だったのが4人になった。そういうことね。お、ウィルクス、落ち着くんだ船長。力生還したばかりで片目は汚れている。汚れてるの。何年も死んでいたのに落ち着けだと。黙れ。この汚れた目で何ができるか見せてやる。いや、そうだよな。フラーケン呼び出せるもんな。目で思い出した。ほら、この眼帯を使いな。お前の醜い顔に仲間が怖がっている。あと帽子だ。ほら、これで海賊らしくなったな。眼帯のね、海賊。母親みたいに余計な心配をするんじゃねえ。優しい。頭の中の声がまだ響いてくんだな。ブートリッカー。ブートリッカーは下っ端の商人です。剣術に長けているわけではありませんが、攻撃により狙ったユニットの防具を弱体化することができます。弱体化させてくんの怖いな。繊維を調べると、有効な設備から得ているバフが HP バーの下で確認できます。ほう、そうか。なんか船に設備を搭載すると、なんかそのバフがつくんだ。はあ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 。まあ、じゃあそういう設備が今んとこ多分ないよね。関係ないってことかな。 OK で設置しろと。まあ、どうしようかな。誰から行こうかな。なんか寝てんだけど一人。なんで。あ、そっか、大砲で打ちのめしたのかこいつは。運悪く大砲の弾に当たってしまったんだね。じゃあどうしようかな。カッター船長ここにしといて、シャークベイトニアーラ。ニアーラはどうしよう。暗殺犯だから後ろに忍び寄ってもらおうかな。この紐使って、で我々の雑兵をね、ここら辺適当に配置して、これで戦闘開始。よーし、行け皆の者。お、なんだ、特殊アビリティ。特殊繊維は移動や攻撃だけでなく、さまざまな特性やアビリティを持っており、経験値を集めるとさらに成長させることができます。ほう、なるほど。経験値はどうやって入手されるんだろうね。倒したら入手みたいな感じなのかな。寡黙な闇討ち師が船員に加わりました。自分はダメージを受けることなく、ぶつかってきたユニットを攻撃して追加ダメージを与えることができます。闇討ち師の配置は慎重に考えましょう。ほう、なるほど。いや、なんかよく分かってないんだよな。まあ多分あれだよね、後ろ相手が逃げる範囲がない場合こいつが生きるってことかな。追加ダメージ与えられるみたいな、そういう話かな。まあちょっとやってみてだな。あ、これいきなりこいつブートリッカーいけんじゃないの。そうなるとこれで弱体攻撃かな。うん、これしかないね。こうすると、あ、逃げられたから発動はしてないのかな。難しいな。仲間はどうしましょう。これ、あー、超えていけないか。そっか、ちょっともったいないな、移動範囲が。まあしょうがない、とりあえず攻撃して。 OK、 1人目。あ、移動できるね。そっか、仲間がいるとなんか移動できなくなっちゃうんだな。
渋滞を起こすのかこのゲーム。よし、防具を固めて戦場も攻める。防具を固める。 OK。 お、なんだ、斜めに攻撃してくる。え、斜め攻撃あんのか。やべえ、ニアラがだいぶダメージ食らった。これはどうしようかな。こいつで、いや待てよ、カッター船長で、あ、カッター船長あれなんだ、あるんじゃない、いつでも使えるんじゃないんだ、あのクラーケンを。ないね。そうか、じゃあとりあえず移動して、あ、どうしようかな、ロープ使ってここ移動して、でこいつを海へ、海の藻くずに。よし、 OK。 でニアーラも進んで、こいつをやっちゃうかい。 OK。 さて、そしたらこいつも移動して攻撃。よし、さて、あ、どうしよう、あー、ミスったか今の。こうすると余っちゃうよな。まあまあまあしょうがない、勝てるからいいでしょう、どうせなら落とそう。OK。 あいつらはグラス貿易商だ。俺たち海賊にはあまり友好的じゃない。それについてはまた今度説明する。あれ、つかウィルクス全然気づいてなかった、腕一本なくなってる。あれ、くしくもシャンクスと同じ状況に。あれ、もしかしてウィルクスこの先海賊王に近づくのか。強化グラス拳銃、あ、これもらえるやつだったんだ。なるほど、最初なんか出てたもんね、強化グラス拳銃がなんとかって。もらえるアイテムなのか。ほうほう、新しいアイテムの装備。新しいアイテムを取得しました。繊維画面から選択したユニットにアイテムを装備できます。ほう、強化グラス拳銃を、まあ誰でもいいのか、誰でもいいのか。は、どうなんだろう。まあ、とりあえずカッター船長に持たしておくか。多分船長死んだら終わりだもんね。一旦、後ろから狙ってもらう感じにしようかな。で、弱体化したバージ船。ほう。またこいつらか。略奪品は宝箱。特殊効果はないが、ブループリントの価値が大いにある。なんだろうね、とりあえずやってみようか。さあ来いや。おお、かっこいい船のこの画像、一枚絵いいね。ツールチップに表示される船のパーツの説明を確認することで、どのパーツを破壊するべきか判断できます。そんなのあったっけ。船の設備は戦闘する船員にバフやデバフを与えます。あ、なるほど、ここでなんかいろいろ確認しろよってことか。そのため敵船の設備を破壊しておくことで、その後の船員が楽、あ、乗船が楽になるかもしれません。そういうことね。そうなると強化された船室、これが自分の船員プラス1最大 HP、 あ、 HP が1下がんのかな、これ壊しておくと。それでかいな。でも大砲も壊したいよね。どうなんだろう、優先順位どうなんだろうな。まあ、一旦、あ、ちょっと待てよ。まずはこいつで確実に1個破壊して、OK。で、これで攻撃して減らせるかどうか分かんないんだもんね。1か2だもんね、この攻撃の威力。やってみるしかないのか。おー、いけたいけたいけた。素晴らしい。で、これもぶっ壊す。OK。で、最後に、うわ、どうしようかな。4人に減らすことはできるんだよね、多分ね。もしくは、船室を破壊して最大 HP を削るか。
かな。オッケー、よし、いいぞ。何度か戦ってみてようやく自分らしくなってきた気がするな。お前と私自身、そしてマナコだ。なんだと、今のは誰だ。すごい悪役の目だな、これ。なんです、センチャー。いや、なんでもない。狂ったやつを見るような目で俺を見るな、ビルクス。心配ない。はあ、元に戻す。実行したアクションの結果に満足できないときや、単にミスをしたときは、元に戻すを使って最後の行動ターン開始までを元に戻すことができます。待ったみたいな機能があんの？何それ。どこにあんだ、元に戻すボタン。これ違うな。これインフォメーションか。あ、まだあれか、配置してないから出てないのか。まあどうしようかな。まあ、さっきと同じでいいかな。どうしよう。こいつの場所困るな。シャーク、ニアーラの場所が、敵や逃げにくい場所だよな。だから、オッケー、ここに置いといて、あれだ、ロープで移動しよう。これで戦闘開始。いいね、この戦闘の始まり方かっこいいな。アイテムは追加効果や有効なアビリティ、および常時効果のあるアビリティをユニットに与えます。カッター船長とその特殊船員のみが使用できます。一般的な船員はそのような力を行使できません。ほう。あれか、さっき装備したやつか。船長に持たせた、銃だね。あれを使えるのは、この特殊船員のみってことかな。この拳銃を装備すると、1回の戦いにつき1回、視界内の敵ユニットを撃つことができます。指定のアビリティを選択し、ターゲットを選んでください。1回の戦いにつき1回なのか。なるほど。じゃあちょっと、使い時は選んだ方がいいかな。で、私がやりたかったのが、このロープまで走っていきたかったんだけど、ダメだな。闇討ちがでもできるの？これ発動条件どういうことなんだ？弱体化攻撃。闇討ち？なんだろう。マイナス1ダメージボーナス。あ、もうこれでダメージボーナス入ってんだな。さっきは気づいてなかったけど。これでいいのか。OK、じゃあ。移動して、やばいね。7に入れたな、今。すっげえ囲まれた。まあまあまあ。倒しちゃえば問題ないもんな。こいつやるか。いや、ここに移動して、こいつを倒すとかできるか。どうなんだ、この、1回の攻撃でさ、1ダメージじゃない？ダメージ1だよね。ダメージ1でも3の HP のやつを落とすことはできんのかな。一回試してみよう。これでこうする。ああ、倒せた倒せた。いけんだな。なるほどね。ってことは私もそれ反映されるのかな。私に対しても、私も1引くらったら落ちるみたいなことになるのか。だとしたら端っこめっちゃ危険だな。そういう話でいいんかな。とりあえず銃撃ってみるか。これはい、防具がマイナス1された。でこいつで、あ、いいね、マイナス1入ってるから2ダメージになるんだ。素晴らしい。で船長が1回動ける。どうしようかな。ここ移動しとこうか。でガード固める。OK。さあ敵のターン。痛いけど大したダメージではないね。じゃあ船長でまず一人を落とす。 OK。 いや、いいな
戦えてるぞ。一人倒す。これで、移動して、これで攻撃する。あ、ダメか。こいつ邪魔だな。邪魔になっちゃったな。そうなると、攻撃して、終わりかな？うん。痛いね。まあでもこれで、ほぼ目だ。オッケー。いやー、いいね、いいね。なんとなく分かってきたぞ。お、出た。宝箱。何が入ってんだろうな。ちょっと開けてみたいけど。どうなんすか？冒険。進行中に遭遇する冒険には困難な決断を迫るものもあります。そうした状況では、アイテムや資源、船の設備や大砲を獲得できる可能性があります。うわぁ、なるほどね。選択肢によって何かもらえたりすんのか。で、これは？これは？開けたりできないの？何もできないな。おぉ。どういうことだろうな。なんか、戻った時に開けられるとかそういうことかな。謎のナンパ船。行ってみよう。前方にナンパ船だ。やろうとも気をつけろ。これ以上近づかないようにとウィルクスが警告する。グラスの地層に船が衝突したことがあるようだ。グラスのクリスタル状のブルームに船の残骸が埋まっている。ほう。わあ、すごいね。船の残骸っていうか、船丸ごとクリスタルに入っちゃってるけど、なんだ？どういうことだ、これ。たまにあることだ。グラスは悪魔からの贈り物だ。とても奇妙な性質も持っている。この船の引き上げは、有毒の煙のせいで簡単にはいかないだろう。ほう。新米看板員を送り込んで、危険手当を支給しろ。迅速の三角旗を獲得。ほう、ゴールド100失う。あー、なるほど、手当て代ね。迅速の三角旗っていうのが、仲間プラス1移動、移動力上がる。そういう旗があるのか。あー、こっちがチームを送り込んで危険手当を支給。頑丈な看板1を獲得。へー、はあ、自分の船員プラス1移動。あ、これもプラス1移動なんだ。同じじゃない？あ、船員か。仲間か。あー。雑魚全員がプラス1の移動を得るか。それとも、この名前を持ってる、さっき仲間になったやつとか、あいつらがプラス1得るかっていう話か。うわ、どっちがいいかな。いや、でもやっぱり仲間かな。うん。このネームドにね、頑張っていただきたい。ということで、こっちにしましょう。こいつらはまだ正式な部下ではないが、間もなく忠誠心を見せ始めるだろう。今はただこちらの命令に従うだけで十分だ。キラキラした構造物に慎重に近づいていくのを緊張しながら見守る。作戦は成功した。その後、ウィルクスに目を向け、やっとブラックボーンについて尋ねられると思ったが、その時。そうだよね。ブラックボーンどうなっちゃったんだろうっていうのあるもんね。おい、長々とペクチャクチャし話しやがって。頭に響く雑音にしか聞こえん。黙りやがれ、このクソ野郎ども。歯ガタガタ言わせて、血流させるぞ。なんだ、なんかいきなり切れ始めた。またその音がはっきりと聞こえる。笑い声か泣き声か耳に響いている。何度も顔を叩き、音が収まってほっとする。周りの奴らは他のことに集中しているようだ。誰もこちらの様子に気づいていないことを願う。もうおかしくなっちゃってるように見えるもんね、旗から見ると。あ、新しい設備の搭載。新しい船の設備を獲得しました。大砲と同じように船の装備画面から設備を搭載しましょう。ほうほうほう。またね、この三角旗。これを装備する。あ、これと別に、あれなんだ。競合しないんだ。へえ。
HP がプラスされてて、なおかつ移動速度が、移動力が上がったと。はあ、ははあ、アッター船長の最大 HP は上がってんだね。なるほど。いや、面白いな。ちょっといろいろ要素がまた増えてきたので、今後もいろいろね、試行錯誤しながらやっていきたいと思いますので、よかったらまた次回も見に来てください。というわけでご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。